はいどうもありがとうございます。えー、皆様、成沢宏之と申します。星空写真家、タイムラプスクリエイターでございます、えー。今日はですね、数あるセミナーの中からサイトロンジャパンブースを選んでいただきありがとうございました。えー、30分間、えー、セミナーをやらせていただきますが、えっとですねえー、20分ぐらいでセミナーを終えてですね、10分質疑応答という感じでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと急ぎ足になりますが。 えー、今日の、えー、タイトルはですね「ラオワレンズで表現するタイムラプス動画都市整形の世界」ということで、えー、皆さんに、えー、お話をしたいと思います。でまずラオワというメーカーから、えー、ご紹介しましょう、えー。知らない方も多いんじゃないかと思いますが。 えー、ラオアというのは、えー、年老いたカエルっていう意味らしいですね中国のレンズメーカーでございますで、えー、とマニュアルフォーカスレンズをですね製造販売していてオートフォーカスのレンズは基本今は作ってない状態だと思います、えー、まあ広角レンズとか超広角レンズとか2倍マクロとかあと虫の目レンズってですねめちゃめちゃ長いレンズを作ってたりとか、まあ、他のメーカーにはないですね個性的なスペックっていうのを えー、提供している、まあ、そういったレンズを生産しているのが特徴で、えっと、ミラーレスカメラの、えー、レンズ、えー、ニコン Z とかキヤノン RF とか、まあ、フジフィルム GFX、まあ、そういった、えー、ユーザーにとってはちょっとまだまだそのサードパーティー性能レンズが少ない、えー、マウントに関しても作っているというのが特徴で、まあ、最近ミラーレスカメラにだんだん移行している方が多いですから、えー、ユーザーが高まって てるニーズが高まっているような感じがしますね。あ、ヘッドホンしたままだと。<laughs> 早速ライブ配信ですからはい。じゃ、続いていきます。で、オートフォーカスね。えのかよって思う方いらっしゃると思いますが。が、えー、マニュアルフォーカスのレンズ、えー、オートフォーカスがない。レンズっていうのは結構メリットが実はあってまあ、特に私みたいに星空撮ったりとか。あとえっ、ー、となんだタイムラプス撮ってる人にとってはめちゃめちゃメリットが。 ありますでえっ、ー、と MF レンズのメリットをご説明しますとここにある3つですねオートフォーカス手ぶれ補正それから小型軽量化この3つっていうのは基本的に、えー、像を劣化させる写りを劣化させる3大要素っていうふうに、まあ、私が勝手に言っていますはいでえっ、ー、とまあ要はですねこれらのものを入れると、えー、モーター入れなきゃいけなくてちょっとレ値段が高くなったりとか あとはそのレンズを増やさなきゃいけなくて、えー、実際の写りとは関係ないねその手ぶれ要請とかオートフォーカス用のレンズを入れて、えー、作らなきゃいけないってことで、まあ、設計が結構難しくなるでなおかつ、えーえー、いろいろその写り自体にレンズ1枚撮るためにその像が劣化するっていうことが起こってくるのでただまあ,あのオーートフォーカスも手ぶれ要請も手あった方がいいいじゃないですかだからメーカーさんは一生懸命ですねコーティングをよくしたりとか 設計見直ししたりとかして、えー、この2つ、えー、とオートフォーカスとかテベれ補性とかが入っても、えー、ちゃんと品質が保てるように、まあ、切磋琢磨してらっしゃるんですね。まあ、ただない方が値段も安く済むし余計なものが入んないので値段も安く済むし、えー、設計的には有利なのは間違いないんですよ。でラオアはマニュアルフォーカスレンズですけども、えー、この2つが入ってないです。 でこれが入っているっていう状態ですねだからまああのー、この小型軽量化っていうところだけ生かして他の2つも排除して画質を上げているようなイメージがありますまあ余計なレンズが入らないので、えー、製造が上がって、えー、性能が上がって、えー、安く作れて、えー、小型軽量を生かすことでコンパクトで、えー、持ち運びがしやすいという、まあ、そういうですね、えー、メーカーそういうレンズを作ってるメーカーさんっていうイメージですねはい でまあラオアの紹介はここまでにしてちょっと私を大きくしますはいあちょっと大きすぎましたねちょっと大きすぎましたねはいえっ、ー、とですね、えー、ラオアさんの、えー、紹介はまあここまでにしまして、えー、次にですねこの都市整形っていうですねものについてご紹介したいと思います都市整形ってまあ一般的なジャンルで読んでいいんじゃないのかなと思うんですけど。 えー、比較明るいところを足すっていう、えー、そういう処理方法で、まあ、こういう写真のようにです、ね、星の軌跡をこう描いたりとかあとは下に車の鉱石が入ってますけどもこの車の鉱石も何枚かこう重ねて、えー、何台分かの,その鉱石が入っている状態なんですよ。でこれを使うとです、ね、いいことがあるのが明るい都市部で星空を表現できると。 ということで星空を撮影する時っていうのは2つの光を避けなきゃいけないっていうふうに言われてます一、まあ、つは、えー、と月明かりですね月が明るすぎると星が映る量が減りますとなので月が昇ってない時とか月が細い時間帯に撮影するといいですよと星がたくさん映りますよということですねそれからえー、と街明かりですね街が明るすぎて星が映らないということで街から離れたところに行って星を撮りましょうっていうのが 基本的な星の撮影の、えー、やり方なんですけどもえこの2つ全然関係なくですね都市整形だと星を奇跡にするっていう表現であれば、えー、いつでも描けちゃうとだからおうちのベランダとか窓からとか近所とかねそういうところで撮れちゃうっていうのがこの比較名合成だからやっぱり星撮りたいけどなかなか遠くに行けないっていう方多いと思うんですけど。 そういうことはまあこの都市整形からですねスタートするといいんじゃないかなというふうに思います。はいで比較名合成ですねさっきちょっと話をしましたけれども複数枚の写真を比較して明るく変化したところだけ使うというのが比較名合成という手法です。で星の場合だと地球がこう自転してるじゃないですか。で地球が自転しているので星がこう動いていてきますよね、はい、でそうすると星が動いてもんだけこう奇跡になっていくということでえっ、ー、と。 これ合成自体は、えー、何枚も写真をたくさん撮ってですねでそれでフォトショップとかシルキーピックスとかに、えー、そういった比較名合成という機能がついてますのでこれで合成ができるんですけどもフリーソフトで簡単に始められます、えー、スタースタックスっていうソフトとか、えー、シリウスコンプだどう忘れちゃったシリウスコンプっていうソフトとかで簡単に、えー、始めることができます でこの合成方法、撮影方法については、え今回のセミナー、ちょっと、えー、省かせていただきます。で、私の YouTube チャンネルで、こういうですね、比較名合成のチュートリアルっていう特集をですね、今ちょうどやってるところで、えー、一から、えー、ご説明したものがありますので、あかぶってる、私が。すみませんね。邪魔くさかったですね。<laughs> あなんかライブっぽくなってきた。はい はい、こういう感じですね、えー、私の YouTube チャンネルで、えー、この撮影方法についてですね、えー、説明してる動画がございますので、えー、この動画をですね是非見ていただきたいなと思いますなのでまあこのままラオアレンズの、えー、都市政権の魅力について、えー、進めていきますはいで、えー、都市政権にラオアを選んだ理由をご説明します、えー、これですね 比較名合成をして都市整形を表現するときにですね大体撮影に12時間程度必要なんですねそれはそののぐらいの時間が30分とか10分とかだと短いんですよね星の軌跡がもうこれはもう地球が自転してくれるのを待つしかないのでそれだけ時間がかかりますで1台持ってって撮ると12時間何もすることがなくなるわけですよ でそうなるとすごい暇でもったいないので、えー、取れ高を確保するためにですね複数のカメラとレンズを私は持っていきます、まあ、三脚は大きいやつだけじゃなくて手すりにこう取り付けられるようなゴリラポットみたいなやつとかね、まあ、そういうミニ三脚を持っていったりするんですけどもえっ、ー、とー普通のレンズを持っていくとでかいんですねすごい大きいですなので、えー、たくさん持っていけない だけどそのラオアのレンズってのはすごく小さいこの後もお見せしますけどすごく小さいので、えーまあ、そういう複数台を持っていくのに適していたとで2つ目ですね開放から描写に優れてるんですけども F8 ぐらいまで絞った時の解像感がすごく私好きなんですね F8 以上絞るとそんなに変わらないイメージなんですけどもで 0D レンズっていうのがあってゼロディストーションその、えー、Y 極手術はそのこう樽型とかね 糸巻き型とか,なんかこう直線がこういう風に映ったりとかあるんですけどもえそういうのがなくまっすぐ写るので建物をるるのに適ししてるなと思いました、はい、で3番目めちゃめちゃ超広角なレンズが多いので通常のレンズでは表現できない都市成形ってちょっと撮ってみたいなそれでっていう欲求が湧いたんですねで4つ目 0D レンズとそれからそのディストーションがないレンズまっすぐ写るレンズと あと、マジックシフトコンバーターっていうですね、すごく珍しいアダプターを出してるんですよ。で、これ使ってちょっと一味、えー、違う描写をしたかったっていうのがあります。で、ここに出てる作例がえまさに、えー、マジックシフトコンバーターで、えー、撮影したものですね。ここに、あここに出てるやつ。はい、マジックシフトコンバーターで撮影したやつです。こう、すごいまっすぐ映ってるの分かりますこ,この建物が。すごいまっすぐ映ってるんですよね、これ。はい。なので、 えーとこういった描写が、えー、したくてちょっとラオアのレンズ使ってみたいなというふうに思いましたでこれ撮影データ載せてますけども、えー、とラオアの、えー、ソニーの α7R3 それからラオアの12の2.8の 0D マジックシフトコンバータということで、えーまあ、こんな感じで写真を撮ってるんですけども、えー、一つご説明しますとですね比較名合成の処理をするときに写真をたくさん撮るんですね で星空の部分は236枚取って比較名合成してるんですけども、えー、同じくですね車の鉱石下のところも236枚分合成するともう真っ白になっちゃうんですよ鉱石だらけでだから、えー、地上風景は5枚だけで2つブレンドしていますはいでこのマジックシフトコンバーターのお話に移りますねえー、ニコン F マウントとソニーキャノンの EOS 用のレンズを ソニーマウントに変換して使用するアダプターレンズです。でこれ使うと焦点距離が1.4倍になって F 値が一段暗くなります。はいでえー、とこれですね、煽って撮影することができるんですね。えー、実物をお見せしますと、はい、こちらがその実物でございます。でですねえー、このマスターレンズっていうレンズ、何でもいいので、えー、と一応メーカーさんはこの、えー、ラボアの住民の F2.8 で、 このマジックシフトコンバーター設計しましたって言ってるんですけど他社のレンズでも使えますえー、で、えー、注意はですね焦点距離が長い50ミリとかぐらいになってくるとここ後ろ出っ張ってるやつ出てくるのでそこの干渉だけちょっと気をつけていただきたいなという感じですねでこのマスターレンズとボディの間にマジックシフトコンバーターをこのように挟めましてでここに装着するとはいつけます で,ですねえここのボタンを押すとこ回転するんですねレンズがでここを緩めてこのネジを緩めてここを回すとこういうふうにですね分かりますかね、えー、見えづらいですねここがですねこういう,うに動きますはいえー、縦に動いたりそれから90度回すと横にこう動くんですね はい、このように使います。で建物を実際撮影するときは、まあ、こう縦に動かすモードに縦にこう縦にですねずらすモードにしてこれですねこう縦にずらすモードにしてで、えー、と水平に撮りますもう完全水平でど真ん中に水平,、えー、と水平線地平線が来るようにホリゾンタルっていうんですかねにします。 えー、上,上すぼみの写真になっちゃうんですけどここの水平に保ったままこれを上にずらしてでえっ、ー、と止めるとでこのまま撮影すると建物がまっすぐに映るっていうやり方なんですねでえっ、ー、と実際撮ったやつがこれですこれはあでかいでかいでかいはいでこれは このまま上に向けた状態ですね。そうするとやっぱりこう建物が上,上すぼみになります。でもこのマジックシフトコンバートでシフトさせて上にシフトさせて撮影をするとまっすぐに映るという感じで撮れます。であの、まあ、都市整形もそうですし私みたいにタイムラプス動画を撮っている身だと、まあ、都市メインで撮影した時にですねこう上すぼみの画像動画がこう連発するわけですよ。 その中でこういうまっすぐに入ってるものが動画がポッと入ると非常にアクセントになるんですねでねこのまっすぐ撮れるのってねま取、あ、撮った人には分かるかもしれないですめちゃめちゃ気持ちいいですはいでこれ画像処理ソフトでできるじゃんって思う方いらっしゃると思いますが実際これ画像処理ソフトでやるとこんな感じになりますあの下の部分ですね余白ができるんですよこう強制するためにということはもうこの分トリミングしなきゃいけなくなるので だいぶ狭くなります。ですからやっぱり画像処理ソフトで補正はできるけど、まあ、限界はあるっていうことで、えー、まあ、元々最初から直しておいた方がいいよっていうお話なんですね。うん。でまああのでもう一つ付け加えておくと、これシフトレンズ使うと、えー、地上風景のに合わせてこうアオをかけますから、星空の星座ですねの形が歪みます。 たださっきみたいにこうやって線にする鉱石写真の、えー、撮り方であれば全然気にならないですよねっていうお話ですね。はい、で、えー、これが、えー、と今この今のですねこの場所で、えー、撮影したやつですね。はいまあ、こういうまっすぐで、えー、星が線になってるという感じですね。であのー、こう後ろの背景がこう。 なんか左上から右下になこれはあの、えー、明るい星がそっちにあるからっていうのもあるんですけどもこの時期あのオリオン座周辺の明るい星が西に傾くので、えー、西向きに撮っているっていうのがまあ一つそれから、えー、西とか東とかの方角に向けるとこう北に向けるとぐるぐるなんですけど都市整形の場合って北極星は見えるんですけど北極星の周りの星ってあまり目立つ星がないのでなかなかぐるぐる感が描けないので。 そういう場合は広角じゃなくてもうちょっと2 4ミリとか、えー、もうちょっと狭めの広角レンズで撮った方がいいんですけどもここまでまあ超広角これ1 7ミ、mm、リですからになると、えー、北を向けてぐるぐるやるよりは東とか西のまっすぐエリアを撮った方が、まあ、その背景が整って気持ちいいよねっていう感じですね。はい、で次のレンズいいきます、えー、ラオはミリリドーーマという なんとです、ね、フルサイズ換算 9mm ということで、えー、世界でで最も画角の広広い超広角レンズだそうです、はい、さっきのマジックシフトコンバーターが煽りによってその歪みを消すんであればこっちはですねめちゃめちゃ歪みますまあめちゃめちゃワイドなんでなのでそういう思い切り歪みを、えー、楽しむレンズってことで対応マウントが、えー、m l i k a m l i カ a l ニコン Z ソニーの E マウントということで。 非魚眼ですで実物をお見せするとですね、これだな。はい、こんな感じです。これニコンの Z マウントに出てます。はい。ちっちゃいでしょめちゃめちゃちっちゃいんですよ。純正の 12mm 見せるとこんな感じですよね。もうレンズのサイズ感が <laughs>、レンズのサイズ感が全然違ってきます。はい。こういうレンズ何個も持っていくのは、やっぱ厳しいですよね。だからこういうちっちゃいレンズで、 都市整備の場合は持ち歩きたいなというのがあります。はい。で、えーと、これで撮った作例をお見せしましょう。あのこれね、ちょっと衝撃的でした。あ、私がでかい。えっ、ー、とですね。はい。えこれですね、衝撃的でした。うん。すごい衝撃的でした。何が衝撃的っていうかというと、こんなワイドなレーズあるかって感じですね。あのー。 最初ねこのレンズ慣れるので、ね、ちょっと時間かかりましたやっぱすごい癖の強いレンズというかめちゃめちゃワイドで入るのでどう画角を撮っていいかっていうのが分からなかったですねなんですけどまあ使っていくうちにどん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 まあ使い方が慣れてきてですねまあこういうちょっといい作例みたいなのをまあ、えー、撮れるような感じになりましたこれもえっ、ー、と地上風景は5枚ぐらいえっ、ー、とですねこう真ん中の ここのねここ,ここの部分にちょっと車の鉱石出るじゃないですかはいこれがねあのー、全部重ねると真っ白になっちゃったので地上吹雪もこれ5枚だけやってますで星空の部分は244枚やりましたよということでこれはまあさっきのレンズと違ってすごい歪んでますけどもそれが楽しいっていう感じですねで非魚眼でここまで入るっていうのが私も初めて試しましたからまあ 使い方わかるとすごい楽しく撮れましたよね。はい。で、えっ、ー、とこれはですね、都市景気ではなくて都市夕景、まあ夕方の景色でございます。これも同じく撮った、撮影でたらちょっと入ってなくてすいません。えー、撮ったやつですけども、えー、こういうなんかシンメトリーな空間っていうんですかね。こういうのは相性いいレンズだなと思いました。めちゃめちゃかっこいいなっていう風に感じましたね。まあ、こういった超ワイドなレンズ、超広角レンズを使って えー、撮影するっていうのが、あのー、このラオアレンズ私が今回使ったレンズではめちゃめちゃ楽しいところでしたねはいで今まで、えー、紹介したのは、えー、フルサイズ用でございますこれは APS-C 用になりますね、えー、ラオア 9mmF2.8D0D ですねこれもめちゃくちゃ小さいですよこれついてるボディは XS10 になりますフジビルの XS10 ですねでこれ こんだけっちちっゃいので、はい、すごい持ち運びが楽です。はい、でこれでもゼロディストーションなんですよ。だからまっすぐ、えー、映りやすいんですね。はいえー、でこれ対応マウントはフジフィルム X ソニー E の APS-C 用ですね。それからキャノンの、えー、EFM とマイクロフォーサーズということで重さがね、まあ、200g 前後っていう感じですね。はい でこれは実際その、えー、レンズで撮ったやつですけども、まあ、注目はですね、えー、とさっき 0D って言いましたけどこのこの辺とかですかこの辺とかまっすぐ写ってますよねそのパースペクティブはあるので、えー、斜めには引っ張られるんですけど、えー、基本的にこう建物の直線というのは歪みがないのでまあこれ気持ちいいですよすごい気持ちいいですでこれは地上風景1枚で空の部分だけたくさん合成してますはい ね。はいで、これでも年有形ですね。これ5枚ぐらい重ねたのかな。うん、あの下の鉱石を5枚ぐらい重ねています。まあ、こういう感じですね。これもまあ真っ直ぐ感伝わりますけど、こっちこういうところ。が。曲がってないっていうのがね。ほんと気持ちいいなっていう感じですね。だからこの建物を取るとか、えー、っていうのにすごく適していると思います。 で都市整形の撮影時の注意点、私がまあ気にしていることを、まあ、2つほどご紹介します。それが、まあ、露出はアンダー目で撮影しようというところですね。えー、とこれヒストグラムって言って、えー、私、あのー、これ見ながら撮影するんですけど、えーとですね、左に到達すると、えー、とこっちか、あこっちか、いいのか。左に到達すると あの黒潰れですね右側に到達すると白飛びっていうことなんですけどあの比較名合成の時ってこう重ねて明るいとこだけを重ねるっていう手法なんですけど実際重ねるとですねどどんんん明るくくなっていくんですねちょっっと明るくくなっていくんですよですすよから露出はアンダー目でもともと撮っておいた方がいいっていうのとあと星の光をですね表現する時に夜景の光にこう焦点を露出を当てて。 えー、撮影をすると星空がですね結構白飛びしやすいんですよで白飛びした星っていうのは色が残らないですで星の色も青い星とか黄色い星とかいろいろあってそういう星の光を表現するのにですね、えー、アンダー目で撮っておけば星のが白飛びしないよという感じなんですよねで合成後の画像明るさが違うのが分かりますかねはい 合成前そそこそこ暗く撮るんですよで合成するとやっぱここまで明るくなるんだなっていうことでえもともと暗くちょっと暗めで撮っているという感じですね。でこの合成前の画像だと星写ってるかどうか分かんないですね。ここで皆さん都市整形の、えー、チャレンジに最初つまずくんですけどちょっと写っとてればいいですこんなちょびっと写ってれば線にしちゃった時に、えー、とちゃんと軌跡になりますから。 ちょびーっと写ってただけど問題ないです。はいということで、えー、この写真の画像がこのヒストグラムなんですね、はい。だからややヒストグラムの山が左になるように撮影するといいと思います。はいで、えー、と撮影時の注意点ですね超広角レンズあるあるなんですけどもゴーストめちゃめちゃ出ます。で、えーとまあ、今日ご紹介したこの9ミリとか特にそうなんですけど。はい もうねワイドすぎてフードが追いつかないんで横からレンズ出てるんですねこれね横からレンズが出てますはいですから、えー、街灯とかの、えー、ゴーストフレアを受けやすすいですもうこれね超広角レンズあるあるなんですよだから夜景の時ってあんまりワイドなレンズ使う人って少ないっていうか、まあ、場所を選ぶと思うんですけどもまあこのねゴーストフレアが、えー、出るっていうのを前提に1枚写真撮ったらゴーストフレア探しを した方がいいですなあどっかに映ってるかなあ映ってるってで慣れてくるとすぐ見つけられるようになりますのでここ注意ですはいでえー、とここまでですねえー、と都市整形に絞って、えー、お話ししていましたが、えー、ここでまあそのほかは星空撮影におすすめのレンズってことで2つご紹介したいと思いますまずこれはラオアの 4mmF2.8 のフィッシュアイ、えー、フィッシュアイっていってもこれ円周魚眼です でえー、とフジフィルム X 用とそれから、えー、とマイクロフォーサーズ用と、えー、2つ出ていますで、えー、とこれですね、あのー、4万ぐらいで買えるレンズなんですよねめちゃめちゃ安いんですよで星取る人は円周業がねず一1本持っておくといいですよみたいなふうによく言われますけどもまあ製造がすごい星の移りがすごいよくてしっかりと点で取れるレンズなんですね なので、まあ、値段も安いですし、えーまあ、フジフィルムのカメラとか、それから、えー、とオリンパスのカメラ、パナソニックのカメラ、使っている方は、まあ、星取るときは、これ1本持っててもいいんじゃないかなと思います。はい。でもう1個が、えーとこ、ラオア 105mm の F2、ボケドリーマーってやつですね。ボケドリーマーなんであので、ぼかす、ぼかしが綺麗ですよってレンズなんですけど、これもボケないドリーマーですね。 <laughs> 無限に合わせるとそういうボケのアポタイゼーションっていうのその効果は、まあ、ほぼないらしいですなんですけどあのー、もうね点像が鋭いんですよこのレンズ、えー、これイオス用と F マウントニコン F マウント用が出てるのかなで、えー、と私これキャノンの 6D っていうカメラに撮ったんですけど、まあ、撮影した時にですねめちゃめちゃ点像が鋭くてうわこんななんか私サラサラって言うんですけどな サラサラすごいサラサラ星のつぶつぶがもうサラサラっていう感じで撮れるんでまあ、えー、感動しましたね。でこういうカリカリの描写で撮れるやつはこういう暗黒帯とかもしっかり写るようなイメージがあって、えーまあ、天体撮影こう100ミリって結構ねこういう聖夜写真っていうんですけど隣り合う西武う星団を一網打尽にするというか、まあ、そういう撮り方に適してるんですね。まあ、これ、えー、と白昇座のデネブっていう星があって。 えーとそのこれがこれが白書山デレムですねはいでその付近にある、まあ、参考成分なんですけどこれまあこれからのシーズン撮れるような領域になるので、えー、このレンズも非常におすすめです、はい、でですね、えー、と,とりあえずセミナーは以上になるんですが最後に、えー、私がまあ今撮影した都市整形の、えー、作例をですね一つにまとめてタイムラプスムービーを作りましたので、えーまあ、それを えー、お見せして質疑応答時間あるのかなはい、えー、質疑応答に移りたいと思いますちょっと私を消しますねはい、えー、それでは、えー、動画をお楽しみください はい、えー、というわけで、えー、セミナーは以上になります。ちょっと動画がカクカクして見づらかったかもしれないんですけどもまた、あのーえー、ね私のチャンネルとかでもまあこういった動画公開していきたいと思いますので、えー、また見に来ていただければなと思います。ははいいいそれではここから質疑応答に移りたいと思いますが えーと質問あ、ぼすけさんが質問いただいてますね。良いですね。どれだけ絞ったのか聞き逃しちゃったかな。あ、絞りはですね、えっ、ー、と、基本 F8 で撮影したものがほとんどですね。えっ、ー、と、F8 で、えー、感度はなるべく下げて、で、シャッタースピードを伸ばして、それで稼ぐというような感じでやってます。はい。で、えっ、ー、と、あ、そうですね。PC ニッコールみたいっていうふうな、えー、お話来てますけども、 さっきのこのここシフトレンズです、ね、これですすねねれニコンさんとかキャノンさんとかで純正品で、まあえー、チールトシフトっていうのができるレンズが出てるんですけどすごい高いんですよで。これはシフトだけができるんですが、えー、とその分、まあ、値段がお安くなっていて、えー、しかもこういう F マウンドと EOS 用と、えー、使い分けることができると。 結構ソニーのボディ持ってて、ニコン用とかキャノン用とか、えー、持ってる方多いので、まあこれは非常に、えー、面白いレンズじゃないかなと思いますね。はい。はい。あ、デレブの撮影データを押してください。これね、記憶になりますけども、えっ、ー、と、確かですね、えっ、ー、と、まあ赤道儀で追尾をして、えっ、ー、と、多分感度は 1600とか3200とかそのぐらいで、えっと、F4 で撮影したと思いますね。で、それで、えっと、1分ぐらい露出したのかなちょっと、すいません。なんか、うる覚えですけども、そんな感じで撮影してます。だかたそのヒストグラムのど真ん中に山が来るようなぐらい露出をかけていますね。で、それを何枚コンポジットしたのかなちょっと覚えてないですけど、 まあ20枚ぐらい、20、30枚多分コンポジットしてると思いますね。で、それを画像処理かけてるっていうような感じですね。はい。えー、っと、その他質問が、えー、あ、ここではスパチャ的な騒動ですね。<laughs> そうですね。私のライブ配信にまたお越しください。はい。えー、っと、それから、ボスケさんが、えー、0D は不動産屋さんの部屋撮影にもいいですねというふうにコメントいただいてますが、これちょっと私、話、 忘れてましたあのシフトがこのマジックシフトコンバーターですけど上だけじゃなくて下にもいくんですねでお家の中で例えばインテリア机とかを撮るときにやっぱ下に向けるとこの下すぼみになるんですよでそういうときにこシフトレンズで下に下げるとやっぱインテリアトイブルの足とかこうまっすぐ映るんでスケさんのおっしゃる通りですねインテリアの撮影お部屋の中の撮影にもいいと思いますはい。 えっと、山田さん、マスクで分離しますかあ、上と下の話ですね。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、あの、写真の方は、えー、200枚ぐらい合成したやつと、5枚合成したやつ、2つこう重ねて、えー、Photoshop でグラデーションで、下だけ、明るく、えー、下だけ透過させるとかっていうふうにやってますね。 で、さっき、あの、最後にお見せしたタイムラプス動画の方も、あの、同じことをやってます。動画で、えっ、ー、と、比較名合成して出力したタイムラプスムービーと、比較名合成しないで出力したタイムラプスムービー2つ出して、それをプレミアで重ねて、下の方だけマスクかけて、えー、下の方だけその、真っ白にならないようにしてますね。はい。はい。あとは、こんな感じでしょうか。 こんな感じですかね。はい。えー、ご質問いただきまして、ありがとうございました。えー、どうですね。はいあ。あ、最後にもう一個来ました。え、いいですかえ簡単タイムラプスは720、フル h d 3 0ーどのぐらいは一般人のパソコンにはいいですかあ、今のパソコンだと、えっ、ー、と、最低フルハイビジョンでいいと思いますよ。1920×1080 っていう企画ですけども、 それで30フレーム、30p がいいんじゃないかなと思います。まあ、それ以下の720だと DVD 画質になっちゃうので、今のパソコンとかモニターってもっと良くなってますから、最低その 1920×1080 のフルハイビジョンで作るといいと思います。はい。ではこれで以上ですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。緊張した。ありがとうございました。